ライトアップで照らされる夜桜阪急駅は、千葉県市原市阪急にある小港鉄道線の駅である。地名にまつわる伝承として、この付近には、人身の乱に敗れてこの地に落ち延びたとされる、公文天皇にまつわる伝説がある。飯シ宮駅前の白山神社は、公文天皇を祭神としている。飯シ宮という地名も、この地の人々が、 天皇一行に食事を捧げたことから、公文天皇の三人の御子が、飯休の名を与えたとされる。このほか、御所塚山は、公文天皇が仮の御所を追い立ち、安房森は、公文天皇に随行した、安房大納言の旧跡とされる。安房森には、公文天皇の三人の王子を祀ったとされる三つの、祠がある、短式ホーム一面一線を有する地上駅。 待合所がホーム上に設置されており、無人駅となっている。2019年度の乗車人員は1日平均3人。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。駅構内の桜と、菜の花駅は桜。菜の花の名所となっており、駅にある桜の木や菜の花が咲き乱れることから、春には列車と花などをモチーフとした写真を撮影するため、 多くの人が訪れる。市原市の観光振興の一環として、世界一大きなトイレと称する、トイレ、トイレインネーチャーが駅前に建設され、2012年4月より、教用を開始。藤本宗介が手掛けるもので、広さ200平方メートルを杉丸太で大きく囲んだ中に、草原に見立てたスペースをしつらえ、その中央部に、全面ガラス張りの個室トイレを設置する衣装となる。 なお、この他に、一般的な多目的トイレも設置された。ありがとうございます。